れだよ。どうもこんばんは、桃太郎でございます。冒頭の映像はですね、3密を避けて今日近所の渓流に散歩に行った時に、映像を撮ろうとしたら三脚が倒れてしまいました。まあそのスマホは無事でした。さて本題に戻りますが、本日は花粉についてでございますね。花粉といえば花粉症、私はちょっとした花粉症ではあります。特に2月から4月くらいに鼻や目に来ますね。まあでもよっぽど多いところに行かない限りそんなに深刻ではないのでまだ助かっております。一方ですね、私の Nボックス、最近花粉の付着がどんどんすごくなっております。この映像はですね、今日、2020年の5月9日の13時ぐらいのものでございます。でこのあとですね、今日の夕方ぐらいから明日中にかけては雨予報です。でその雨でですね、 Nボックスについているこの花粉がですね、どのくらい落ちてくれる取れるのかというのをちょっと検証してみたいと思います。まあただそれだけの動画なんですけどね。でまあ検証結果の動画はまた別に後日アップさせていただきます。本日は現在の状態の報告のみになります。よろしければお付き合いください。ちなみにですね、洗車は4月の26日ですね。動画にもちょうどシリコン洗車の話でアップしたんですが、約2週間前に行っています。ステイホームの時期ですので、まあ近所に買い物に行くぐらいしか使っていません。なので青空注射2週間分の花粉ということになりますね。効果不効果ですね。ボディが白色なのであまり目立ちはしないんですけれども、まあ過去の車が全て黒だったんで、この時期はもう本当に花粉がよく目立ちました。まあ、ただですね、正直洗車にその前の車の時まではですね、あんまり興味なかったんで、まあ適当にシャンプーつけて洗っただけでした。で最近はですね、まあ YouTube などで洗車についての動画を見るようになりまして、まあ、私なりにも少し興味を持ち出しました。でそこでのですね、皆さんの洗車の秘訣はというとですね、まあ、結局のところはまあ最終的にはですけど、定期的なこまめ洗車がもう一番大事なんだということに気づくんですよね。まあどんなに素晴らしい洗剤やコーティング剤を使用してもですね、まあ、要はほったらかしておいたら、その汚れを落とすのが大変ということですよね。まあ大変どころかその、まあ、致命的な、なんですか、シミというか傷みたいなものになってしまうということもあるみたいです。まあこれは正直その洗車ということに限らず何でもそうなんでしょうね、物事というのは。であとはですね、その汚れの原因が何なのかというのを観察することも大切なんだと思いますね。でこの汚れは何の汚れで、これは中性洗剤で落ちるのかとか、あとはまあ強くない、強くない弱いとしても酸性だったりアルカリ性だったりでどうなのかとか、あとはもうどうしても研磨でちょっと落としてしまわないといけないようなものなのかとか、でそんなことが分かってくれば、まあさらに面白くなってくるんでしょうね。いや私はまだ分かってないんですけどね。でまあその第一歩としてですね、まずは花粉を観察してみようと思ったわけですね。で花粉は車のボディにどのように悪影響を及ぼすのかというのをちょっと調べてみました。で花粉がですね、雨に濡れると花粉の被膜が破れてですね、まあタンパク質の一種であるペクチンという、ペコちゃんじゃないですよ、ペクチンが現れてですね、それが塗装やコーティング被膜に吸着するということです。それを、まあ、そのままにしておくと、ペクチンが、ペコちゃんじゃないですよ、ペクチンが乾燥して収縮縮むので、まあ、その時に塗装を傷めるみたいなんですね。まあコーティングでもそうなんでしょうけど、でたくさんの、まあ、シミが発生してしまうというメカニズムではそうです。ということで、もうだから基本的に花粉がついたら、まあ、濡れる前に本当はもう洗い流してしまった方がいいんでしょうね。で
まあ、できればなんかその記事に書いてあったので言えば1週間に1回ぐらいだそうですね。まあ、私もすでに2週間経ってますけれども。ということで、現状の N ボックスの花粉の付き具合をご覧いただきながら今回はお話をさせていただきました。まあ、雨が上がった後どんな風になったのか、なるべく次の花粉がつかないうちに映像を撮ってみたいと思います。またあと分かればですけども塗布しているシリコーンとの関係性もなんか見てみたいなと思っております。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。